ただいま朝の9時10分。はい、おはようございます。こんにちは、おばんでございます。今日は久しぶりに雪が降ってきまして、で、凍結機も実はもう直してもらいましたんで、で、まあ、この、金曜日に凍結機が壊れて、土日で、まあ、金曜の間にも直ったんですけれども、まあ、土日は雪が降りませんでしたので、で、月曜日、今日ですね、ちょっと、除雪が必要なんで、やりたいと思います。はい、ちょっと今日はですね、前の動画で、コメントをですね、ちょっといただいた中で、まあ、雁木についての、ちょっとね、コメントがございましたんで、雁木というものについてですね、ちょっとお話をしていきたいというふうに思います。十日町市内のですね、まあ、商店街はですね、まあ、雁木というのがありまして、これはどういうものかというと、まあ、商店街の歩道の部分ですね、歩道の部分に、ちょっとこう屋根みたいなのがあるんですね。で、これがまあ一応雁木というふうに言われているものでして、まあ、十日町市内の商店街、まあ雪が降ってもまあいいように、まあ雨よけの、まあ何ですか、屋根みたいなのがあって、まあそれが雁木というふうに言われてます。で、実は昔はですね、十日町はその商店街で、街中の方はですね、実はまあ雪を片付ける場所が非常に少なくて、まあこういう山の奥であればですね、まあどこにでも雪を捨てられるんですけれども、十日町の商店街は昔はですね、その道路ですね、車が通るような道路のところにもう雪をこうどんどん積み上げていったんですね。それが、まあ、写真もちょっとあったりするんですけれども、まあ、その雪をどんどん積み上げて、で、じゃあ、その、真ん中にですね、こうトンネルのように穴を掘ってですね、で、それで、向こう岸と、こう、行き来をしてたんです。なんで、もう、車がもう通れないぐらいのですね、まあ、そういった、状態になってました。で、まあ、そういった中でも、そういう雁木があるんで、まあ、歩道のところは、まあ、雪があっても、通ったりできるわけですね。はい。で、実は十日町小唄という歌がありましてですね、そこの歌詞の中にもですね、まあ、雪のトンネルというですね、まあ歌詞があったりします。十日町小唄はですね、まあ、一体どんな歌かというのをですね、分かりやすいようにちょっと YouTube でもありますんで、まあ、リンクもちょっと貼っておきますんで、気になる方がいたら、まあ、それもちょっとご覧いただければと思います。で、十日町の方々はですね、結構お祭りとかそういうのが終わった後にこう十日町小唄をですね、こうみんなで踊ったりする、例えば、この飛び谷地区の方でもですね、文化祭、小学校のですね、体育館で文化祭があったりするんですけれども、そういう文化祭が終わった後にみんなで輪になって、十日町小唄を踊ると、まあ、そういったことをやったり、してきました。まあ、来ましたっていうのは、まあ、今年というか、去年からですね、まあ、コロナウイルスが始まってしまいましたんで、まあ、そういった一連のですね、人が集まる行事っていうのは、だいぶですね、中止になってしまったんで、まあ、去年はちょっとできなかったんですけれども、まあ、そういった形でですね、結構やっぱり、ああいう、輪になってみんなで踊るっていうのがあると、非常にまあ、連帯感をこう感じたり、しますよね。なんで私も積極的にそういった踊りは覚えて、おりましたんでですね。まあすごく、まあみんなさんに溶け込むにはすごい良かったなというふうに思ってます。で、特に私なんかはですね、合わせおけざ保存会という会にですね、まあ最初のうちに、まあ、入れていただきましたんで、そこでですね、集落またがった形で、まあ、池谷集落以外の方もですね、飛谷地区の方が、その、合わせおけさ保存会に、まあ、結構参加している方がいましたんで、まあ、そこでですね、結構その他の集落の、まあ、お年寄りの方と知り合う機会がですね、できましてですね。で、その会は、まあ、保存会という、ことで、要するに、そういう伝統芸能というか、伝統、
そうですね、芸能ですね、踊りとか歌とか、笛とかですね、まあそういったのをやってる人たちだったんですね。なのでまあそこでですね、合わせおけさを踊ったりしたわけです。実はですね、こちら合わせおけさ保存会に関するですね動画は去年合わせおけさ保存会の新年会をやってた動画を YouTube を始めた直後ぐらいに撮りましてですね、上げてたんですね。まあはっきり言って去年の最初の方なんでほとんど再生されてないんですけれども、実はまあそういった、会に所属していて、まあそういった動画もありますんでですね、まあちょっとここで少し、宣伝させていただきますんで、まあこれもまあ本当に興味がある方だけで結構ですが、まあ本当に興味がある方はですね、ご覧いただければいいかなというふうに思っております。はい、凍結機をかけてる間に、除雪車が来まして、この指導の除雪をして、くれました。まあ、やっぱり思うんですけれども、凍結機に比べてですね、まあ、業者さんがやってる除雪車っていうのはものすごい大きくて、除雪能力が非常に半端なくすごいなというふうに思います。無事に終わりました。で、ここですね、ちょっと注意点があるんですが、この除雪車が来た後はですね、結構ハイド板の除雪車のこう雪を押してるハイド板があるんですが、そこのところが結構ツルツルになって滑りやすくなるんですね。まあ、今日そんなに滑りやすくないですけど、なので危ないんで、この、まあタイヤに巻いてたチェーンの跡ですね、ここの上を歩くようにすれば、まあ、滑りにくいです。はい、じゃあ最後ちょっと家の前やって終わりたいと思います。まあ、この日の雪はそんなに多くなかったんで、家の前はもうスノーダンプでですね、簡単にちゃちゃっとやっていきたいなというふうに思っております。やっぱり家の前に水を流しておくとですね、このスノーダンプでその水が流れてるところに雪をやればですね、消えてくれますんで、非常にこれはですね、いいですね。はい、でこの水を流すようにするのをどういうふうにしたかっていうのをですね、ちょっと動画も、YouTube で撮ってますんで、まあ、そちらもですね、ちょっとリンクを貼っておきますんで、まあ、興味がある方は、ご覧いただきたいと思います。で、ちょっと車がですね、変わってるのは、これは実は車検がありましてですね、今台車を置いております。はい、とりあえず終わりました。まあ、久しぶりにまた雪が降ってきて、ちょっと冬っぽくなってきましたね。週末は結構ね、晴れてて、そうでもなかったんですけれども、まだまだ冬は、終わらなさそうです。どうも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。